なんだよあれ。あれがダークファルスの完全体。先輩、リナ先輩。新世界へとノックをして、反転の叫ぶこの手の先、定めに口づけを交わし誓い合って、この番組はセガゲームスとご覧のスポンサーの提供でお送りします。リナ先輩、なんだ来たか。アークスインターセプションシルエット、アークス最強の迎撃兵器だ。急ぐ。あの AIS の先行部隊、アークスによる総攻撃が始まったということだ。そんな一瞬で。 AIS 先行部隊全滅を確認。慌てる必要はありません。直ちに第二フェーズへ移行してください。フォトンレーザースタンバイ。ターゲットロック、チャージシークエンス開始。チャージ完了。目標敵ダークパルスアプレンティス。ファイヤに飛び出せば奴の攻撃を食らう。今はダメージで動けないが、自己修復して動き出す。ここでじっとしていても何も変わらない。私もリナを助けに来た。だったら行かせて。だがお前も死なせはしない。絶対に生きてリナを助け出せ。ここまで道を切り開いてくれた仲間たちのためにも、それがお前の任務だ。任務？生徒会長と一緒に学園祭を成功させる。そうだろう副会長。
ミス千賀学園の投票まもなく締め切ります。帰ってこいよ絶対。もうすぐ星山学園生徒会の方々がお見えになります。私が応対するわ。花火の搬入が終わりました。業者の方からの説明に菊池先生が立ち会うそうです。 OK、 そっちは僕が行こう。準備はできたけど挨拶は会長がいないと。やれるだけのことやろうよ。みんなの力で。僕だって不安さ。だけど会長のためにも高野祭まで学園祭を滞りなく進行させる、それしかないよな。必ず連れて戻るか。いやー、評判聞きつけたらしくてお客さんの数すごいですよ。昨日の倍くらいいるんじゃないですかね。佐々木。はい。今までどこへ行ってた。え、猫の手もたとえあんたの手であっても借りたい時に。お腹の具合が悪かったって聞いな。トイレに行った系みたいな。だってミコさんだって。なんでもありません。よし、今夜祭まで頑張りましょう。お帰りなさいませ、ご主人様。こちらのお席にどうぞ。お待たせしました。アークマパフェとアークスパンケーキです。モノメイドドリンク、ガッツドリンク、ラッピーのオラクルバスティですね。もう忙しくて目が回りそう。カヤノはどうしたのよ。ただでさえアイアイがいなくて手が足りないのに。マジありえないんですけど。遅れてすまん。あ、エースメイド鈴木愛花の穴を埋めるべく、ただいま降臨。カフェのピンチとご主人様たちの癒しの時間はこの火薬へ。だありえねえ。はいはい、帰ってきて。どうやってリナ先輩を助け出すんだ。奴の中に飛び込むしかない。ダークファルスの中に。ダークファルスはフォトンレーザーによるダメージで現在沈黙、自己修復中と思われます。ここまでは予定通りですね。本体は間もなく到着します。到着後一気に殲滅します。はい。アイカ、間もなく本体による総攻撃を開始します。他のアークスたちと合流次第こちらの指示に従って。いいのか。行くぞ。どうやって奴に近づく。ドッカ口は私が開く。いつき。これくらいなら。歌えリング、フローレンゼルク。行け。よし、さてと、やはり来たか。ダークファルスの内部がどうなっているか、何が起こるのか、正直私にもわからない。どこにリナがいるのか見当もつかない。それじゃあどうやってリナ先輩を探す。感じるしかない、リナの存在を。これは。ありがとうございます。キュッキュー。アイカちゃん本気なんだね。
一つ言っておく。決して闇に取り込まれるな。闇に？俺が？フォトン能力を持つアークスが体内に入ってくるんだ。必ず狙ってくる。そうなったらお前もダークファルスと同化してしまう。あ、リナ先輩。立花君。え、あれ、あ、リナ先輩、これは一体どうしたの？怖い顔して。どうしたのじゃないですよ。ダークファルスと高野菜が復活で、ああもう何が何やら。じゃあ一緒に行きましょう。はい。決して闇に取り込まれるな。目を覚ませ、イツキ。イツキ。立花君。イツキ。なんでこんな昔のことを。じゃあね、バイバイ。またね。じゃあね、うん、私自身はかくれんぼ好きじゃなかったけどね。私みんなに忘れられちゃうような子だったの。見つけたよ。先輩、高野祭始まりますよ。みんな必死に学園祭を守ってる。高野祭を成功させるんだって。マサヤ先輩、コモエさん、セイヤさん、マユさん、ユウちゃん、ナノリ、言い出しっぺがいなきゃ困るじゃないですか。生徒会長先輩、リナリナ、ありがとう。見つけてくれて。帰りますよ。
待たせたな。イツキ、リナ。キュキュキュー。闇を払い、道を開く力を。未来を照らす希望の光を。思いと絆をこの一撃に。開く新世界の扉。ダークファルスは奴を完全に倒すことはできない。いずれまた現れるだろう。鈴木さん、これは一体何が。詳しいことは樹から聞いてくれ。それとここでお別れだ。なんで。ダークファルスの地球侵攻は防いだ。私は任務で地球に来た。ただそれだけだ。なあ、せめて高野菜を一緒に。あ、アイク、これでよかったの。ダークファルスの残滓が。ミナとイツキの元へは行かせない。本日17時半より第2グラウンドにて高野祭を行います。各部活動の高野祭スタッフは集合してください。告白いかが相なりましたかな。国王さんを泣かせたらただじゃ起きませんよ。それが楽しみでパーティー参加したんだから、ちゃんと結果報告しろよ。それとも、もう結果出た、ごめんなさい、やっぱ、なんて言えばいいんだ。どうしたの。うわ、いえ、なんでもないです。さあ行きましょう。え、エブリバディ、イエーイ。あの拳を突き上げた姿に残る恥じらいと固さ、いいな。私はこの学園祭を成功させることで皆さんとの絆を感じたかった。いえ、感じました。もうこれ以上長々話すことはありません。一言だけ、みんなありがとう。最高。聖火学園高野祭スタート。キュなかったね。ええ、また会えるのかな。以前と何も変わらない日常が戻ってきた。いや、変わったことといえば、学園祭の日以来、俺のオラクルへダイブする力は失われていた。それではオフ会を始めます。そしてアイカに会うことも。
ありがとうございました。いつきくん。お、リナ先輩、卒業おめでとうございます。生徒会頼んだわよ。俺が会長とかありえないですよ。大丈夫よ、ミカたちもいるんだから。あの人たちをコントロールする自信ないな。困ったことがあったらいつでも呼んで。え？オンラインでもオフラインでも。リナ。え、うわあ。鈴木さん、卒業おめでとう。キュ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 。ありがとう。帰ってきたのか。いや、これから任務だ。任務？なんだよ、じゃあまたすぐ行っちゃうのか。いつでも会える、アークスである限り。オンラインゲームは思いと現実をつなぐ架け橋。遠く離れていても誰もがつながることができる。誰もがヒーローになれる。そしてまた新たな絆が生まれる。さあ、ゲートを開けよう。この番組はセガゲームスとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。